こんにちはプロです今日はですね、コンテンツクリエイターに向いてる人の3つの特徴についてお話していきます。まあ、コンテンツクリエイターに、ね、なりたいって人結構、まあ、多いんですよねで。コンテンツクリエイターとコンテンツホルダーの違いを簡単に説明したいんですけど、コンテンツクリエイターっていうのは、まあ、コンテンツを作って売ることをなりわいとしてる人をコンテンツクリエイターと言います。コンテンテツホルダーっていうのは なんか自分のスキルがあって、それをコンテンツにして売っている人はみんなコンテンツホルダーなので、例えば英会話のね、すごいスキルを持っていて、その英会話の教材をコンテンツにして売るっていう人はコンテンツホルダーですけど、その人は別にコンテンツ販売で稼いでいるわけではないので、コンテンツクリエイターっていう定義にはならないんですね。まああくまでも僕の中での定義わけですけど、今回はこのコンテンツクリエイターの方ですね。コンテンツ販売を成りわいとして、まあビジネスをやっていきたい。 コンテンテツ販売でで食っっっててていいいいきたいって人人すね。まあ、そういうううががどういう素養が必要なのかってことをお伝えしていきます。この3つとも当てはまったらですね、まあ、かなり向いてると思うんで、逆にこれが3つとも当てはまらない場合は、おそらく適性がないので、違うビジネスを選択した方がいいと思います。で1つ目ですけども、これはゼネラリストであるってことですね。基本的に何か1つのことに特化して、まあ、専門家となってね、 スペシャリストになるっていうのは大事だっていうふうに言われるんですけど。だから、例えば自分が英語の専門家とかね、まあなんだろうな、ダイエットの専門家とかであれば、もう一つに特化してスペシャリストになった方がいいんですよ。だけど、コンテンツ販売で食っていきたいっていう場合はですね、スペシャリストになっちゃうと何が起こるかっていうと、ネタがなくなるんですね。一つの特定のテーマで無数にね、コンテンツを作っていくと、やっぱ限界があるんですよ。 だからやっぱりコンテンツをね、20個、30個、40個とね、いっぱい作っていかないといけないってなると、まあ、ある程度こう幅広くね、教えられる必要があるわけです。とは言っても、もちろん属性があるんで、例えば僕がダイエット講座とか作ったらおかしくなっちゃいますし、だから僕の場合は、コンテンツ販売とかウェブマーケティングとかね、それに伴うようなこと、もしくは企業とかビジネスとか、まあ、それにまつわるようなコンテンツを作ってますし、あ、あとは自分の過去の経験をね、生かして、会話とかね、 まあそういったものをコンテンツにして売ってるわけですけど、そういうまあ幅広くね、教えられるみたいな人じゃないとなかなかコンテンツの数が増えていかないんで、やっぱりコンテンツ1個2個作ってね、それでじゃあ5年10年ずっと食っていけるかって、やっぱり難しいわけですよ。もう毎月1個ずつ出していくぐらいのね、それぐらいの勢いで最低でもね、出せないといけないってなると、やっぱりこうスペシャリストに、何かに特化したね、スペシャリストっていうのは、どうしてもネタがね、もう、 ネタ切れしてしまうとか枯渇してしまって、コンテンツの数が増やせないっていうふうになるんで、一つはこうゼネラリスト型の人ですね。そういう人は向いてると思います。で、二つ目ですね。クリエイター気質。これが結構ま大事で、やっぱりね、こう、コンテンツ販売で、例えば作れないとかっていう人多いじゃないですか。で、まあ、僕も最近というかね、思ったんですけど、そういう人は多分クリエイター気質じゃないんですよ。 作るのが楽しいっていう感覚がない人。なんか、作って売らないといけないから、なんかもう嫌々というかね、まあしょうがない、やりたくないけどやるみたいな。そういうテンションでやってると、やっぱり苦痛になるんですね。だけど僕は、どちらかというと、なんかこんなん作りたいなって言ってね、じゃあ作りたいから作るみたいな。やりたいからやるみたいなね。もう儲け度外視みたいな。まあ売れなかった、売れなかったら別にね、別に赤字になるわけじゃないし、いいかなみたいな。自分が作りたいかどうかとか、作ってて楽しいかとか、 まあそういう基準で結構ね、やってるんで、まあ自分で言うのもおかしいかもしれないですけど、まあクリエイター気質なんじゃないかなと、その作るっていうことがすごく楽しいみたいなね。まあそのウェルスダイナミックスとかね、そういうのでもなんか人間のタイプとかいろいろあるみたいですけど、僕は逆にこの作り始めるっていうのはすごい得意だけど、何かを完成させるとかね、終了させるとかっていう完成させるのがすごくまあ難しいタイプのまあ人間なんで、まあ作り始めるってことはね、まあアイデアはいっぱいあるんで、こういうの作りたいなみたいなのは、 やっぱりいっぱいあるわけです。まあ、そんな感じで、こういうの作りたいなっていうね、えー、考えて作ることが楽しい人とか、まあ、そういう人は向いてると思います。まあ、それをまあ僕はクリエイター気質っていうふうに言ってるわけですけど、やっぱり作れない人たちを見てると、もうなんか必死に頑張って作ってるみたいな、ね、感じの人が多いなと。だからもうちょっと楽しいんで、その作るプロセスですね。アイデアを考えるプロセスだったりとか、 制作するプロセスをもうちょっと楽しんでできるような人。こういう人は向いてるんじゃないかなと思います。で、3つ目ですね。これもめちゃくちゃ大事ですけど、勉強好きってことです。もう勉強嫌いな人は絶対に向いてないんで、学ばないから、まあ、インプットですね。インプットしないってことはアウトプットできないってことですよ。何もない,ないわけだから。ないもの出せないですからね。だからもう勉強がとにかく嫌いみたいな人。 もう本読むの嫌だし、音声聞いたり動画、ね、見て勉強するのも嫌だみたいな人っていうのは、まあ、そもそもね、自分の知識とか、まあそういったものは全然増えていかないんで、大したものが作れない。そしてやっぱりその、すぐにね、自分が持ってるものってやっぱり大したことないんですよ。だから僕もこのコンテンツビジネスとかね、始めた時っていうのは、本当に教えられるものって何もなかったんですね。まあ英語ちょこっと教えられるかなぐらい。 の感じだったんです、ね、でもそこからいろいろ勉強して学んで実践していくうちに、まあ、教えられるものが少しずつ増えていって、まあ、それをコンテンツにしていったからいっぱいできるようになったっていうだけの話だってだからやっぱり今の時点の自分が持っているものっていうのはねもう本当に限られたもの本当に、まあ、作れても23個が限度だったりとかするわけなんでそれをどうやってじゃあコンテンツ増やしていくのかっていうととにかく勉強するしかないわけですよだけどまあ勉強が嫌いな人っていうのはね 学ぼうとしない。だからそういうノウハウコレクターというかまあそういう何て言うんですかねまあはりの手法に飛びついて騙されるような人っていうのは勉強が嫌いなわけですよ学んでコツコツと努力して地道にやるっていう方法よりも手っ取り早くね楽して簡単に稼げる方法を知りたいみたいなそういう思考を持ってるからそういうまあいわゆる悪徳商品みたいなものに手を出して騙されてしまうということですねもう成功法則ってすごいシンプルなわけですよ とにかくまあ努力して、それを継続し続ければね、間違いなく今の自分よりは成長できるわけだし、本読めばいいわけですよ。簡単に言うとね。本読めば間違いなく知識も増えるしね。それを毎日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 繰り返していくと、1年後とか3年後とか5年後の自分っていうのは、とてつもなく成長した自分になれるわけですよ。ただそれをやるだけってすごいシンプルなことなんですけど、今の時代っていうのはね、もう本当に娯楽が充実してるんで、やっぱり人間って弱い生き物なんで、 どうしてもね、そういう楽しいものとかね、まあ、楽にこう吸収できるものだったりとかっていうものにどうしても流されてしまうわけですよ。だから貴重な時間を学びに充てるのではなくて、まあ、娯楽に充ててしまうわけですね。だから成長できない。そして、そういうのを学びに充てている人との差がどん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 広がっていくわけですね。で、コンテンツビジネスっていうところに関して言うと、やっぱりそういう自分の知識とか経験とかスキルとか、まあ、そういったものを商品にしていくわけだから、 要するに仕入れをしてないような状態ですね。何も商品仕入れてないのに売るものはできないし、まあ、自分自身のこのスキル磨きもしてないわけですね。だからレストランのシェフが料理の練習せずにね、まあ、お店に立っているような状態。まあ、そんな人の作るご飯なんかおいしくないから、ねまあ、売れないですね、そんなの。まあ、それと一緒なんで、勉強が嫌いとかね、勉強したくないっていう人は、もうこれはもう向いてないと思うんで、あのやらない方がいいと思います。もっと別の ものでやった方がいいいんじゃないかなかとただこの勉強っていうものも確かにこの本質的に勉強が好きっていうのもあると思うんですけど簡単に言うと何に興味があるか,あるかなんですよだから自分の興味のあることってもう自発的に学ぶじゃないですかお金も使うし時間も使うし例えば自分がすごく釣りが好きだったら釣りに対してねいろんなこう本読んだりとかねもう教材買ったりとかすると思うんですねだからまあ何が好きか っっていいうとところがやっぱ一番大事だと思いますし僕も勉強は好きですけど、全く興味のないことを、もうじゃあ、勉強して楽しいかって言うと、そうじゃないんで全く興味のないことを勉強しても、やっぱそれは苦痛だから。だからやっぱり自分が何が好きなんだろうってことが分かればですね、自然とそれを学ぶっていうね、行動を取ると思うんで。なので、本質的な勉強好きっても,もちろんあるんですけど、それ以上に何に対して学ぶのかっていうところがすごく大事なわけだから、自分がやってて楽しいことですね。 まあそれを自分なりに見つけていくっていうのは大事だと思います。まあ、今回はね、この3つの特徴をね、えー、紹介しましたけど、全部当てはまる人ね、いたでしょうかね。まあ、本当、この3つがあれば、相当向いてると思うんで、僕個人ね、今まで自分がやってきた中で、そういうのをね、いろいろ見てると、やっぱりそういう人間タイプがね、それぞれ違うんで、性格とか個性とか、まあ、適性とかね、そういったものが違いますけど、やっぱりね、何に向いてるかっていうのは人によって違うんで、まあ、こういった特徴を持ってる人は、 僕の経験上、おそらくコンテンツクリエイターに向いているんじゃないかなと思います。